はですね、ビヨンズの新しい、実は隣にもう、本当に顔が熱いです。本当にハロプロをハロープロジェクトのメンバーになったのかなってもう信じられなかったです、はい、あんまり実感がなくて緊張しかないです。あんまり緊張はしてなくて、そのメンバーの方に会えるのがすごい嬉しくて、すごいワクワクしてるんですけど、すごい緊張もしてるんですけど、これから一緒にやっていくメンバーさんなのですごく楽しみでもあります。どうしたら並んで心、並んで心、もう落ち着いていく、一緒になっていきましょう。みんな大好き、楽しみ、やったい、どうしよう、聞くといいかも。新メンバーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。平井美代です。18歳です。18歳。ビヨンズのメンバーとして、あの自分の特技を生かしながら皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林ほのかです。18歳です。自分はいろんなことを、自分の特技を生かしてこれから皆さんと頑張りたいので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里吉歌乃です。18歳です。足りないところも多いですが、一生懸命特技と長所を生かして頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではそれぞれ特技を披露して、すごい。エレクトロコンパーシにしていたので、その率直に言うともうすごい嬉しいみたいな感じで、私個人的にそのダンスの動画とか見たりするとか好きだったので、なんだろう、もうすごい見とれてしまいました。もう素で見てましたね。本当にすごいなと思って、上手、びっくりした。こうダンスが得意って言ってる子、言ってる子が入ってきたので、なんかもっと頑張んないとやばいなって思います。ビヨンズとしては12人なので、これからどんなことをしていくのかなとかすごい楽しみです。私もダンスは割とこう得意と言ってる方なんですけど、あ、なんかこう得意って今後言えなくなるかもしれないって思いました。コンテンポラリーが得意とか、実際にこう見たことのないジャンルもなんかこうできるみたいなことをおっしゃってたので、今のこのレベルじゃまだダメだなと思いました。もっとこう上を行かないとダメだなって思いました。私の特技はピアノです。演奏させていただきたいと思います。でもなんかピアノ、ピアノ上手そうな。
ごいって思いました。ピアノの方もなんかもう音源だと思ってずっとスピーカー見てたんですけど、音源じゃなくて弾いてて、なんか本当に弾いてるのと思うぐらい上手で、もうなんかもうずっとびっくりしてました。あとなんかダンスができる子が2人いたので、ちょっとライバル視しちゃいますね。だからなんかもうなんかどんどん楽しみになってきました。なんか最初ピアノ始まった時に音源聞いてるのかなって思って、ダンスもなんかすごい上手で、皆さんちっちゃい頃からやっていて、今日あの特技を見せてもらってすごい刺激を受けたので、ダンスも歌も多分みんな負けないようにすごいこう切磋琢磨していくんじゃないかなって思います。本当にもうびっくりしちゃいましたよ、本当に。なんか本当になんかこのままじゃダメだって、ビヨンズってなんかすごいなって思いました。こうもう研修生で結構後輩で入ってきたりとかするした時もあったんですけど、その時とはやっぱり比にならないぐらい若かったので、なんか危機感危機感を感じました。今私のダンスは私の特技はダンスです。今から踊ります。お願いします。同い年、全員18歳で私と一緒で、私と同い年のメンバーが いなかったので、もう本当に嬉しいです。ダンスもすごかったので頑張らないといけないなって思う、焦る気持ちが、はい、大きいです。その3人が入ってまた新しい変化、ビヨンズが変化できるんじゃないかなって思います。もう早く仲良くなりたいです。本当にすごかったです。なんか本当に普通に見に行きたいなっていうぐらいすごいなって思いました。だから私もうなんか特技があんまりなくって、なんかちゃんと特技とか見つけていきたいなっていうふうに思いました。これからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっとなんかこうビヨンズのスライムみたいな形態のっていうのの第一形態ができたような気がしてます。個性派集団みたいになりたいなって思ってるので、パフォーマンスの幅が広がりそうだなと思いました。なんかビヨンズでライブやりますみたいな時にほのかちゃんがピアノ弾きながらバラード歌ったりとかっていうのも面白そうだなとかって、今からすでに妄想がすごい広がってます。ちょっとさっき興奮しすぎてちょっと名前もちゃんとすごい緊張して本当に一瞬でした。はい、いやもう本当になんか皆さんすごく可愛くて可愛いとしか思わなかった、ね。はい、今日は今私ができる一番いいパフォーマンス、まあ、ちょっと失敗しちゃったんですけど、でもいいパフォーマンスではあったので、ここをまた底辺と考えてもっと上に行けるように頑張りたいと思います。
本当に皆さんすごい可愛くて、なんかすごいテンションもすごい高くて結構びっくりしたんですけど、でも皆さんに会えて本当に嬉しかったです。今後もなんかその自分の実力をきちんと発揮できたらいいなって改めて思いました。すごい緊張してたんですけど、皆さんすごくこうフレンドリーにたくさん話しかけてくれたりしたので、すごい楽しかったです。すごい夢みたいだなって思いつつ、ここがスタート地点なのかなと思うので、これから一生懸命頑張りたいと思います。頑張るぞビヨーン。今からなんと新メンバー3人が特技を披露してくれると思います。それではいきましょう。新メンバーによる特技披露お願いします。ありきなこう一日だったな、あ一日っていうかその時間披露の時間だったなって思いました。抑揚がねちょっとつけたらそうなんです。だからなんかすごいライブ感があって楽しかった。なんかね雰囲気違ったよね。私たちがこう踊るたんびとかこうね小林のこうピアノのすごいねわーっとね弾くところがね最初からあるんですけど、なんかそういうところとかでおーとかって言ってくださったのがすごい嬉しくって。すごく踊ってて楽しかったです。会場の熱がとっても伝わってきて、もう本当に頑張らなきゃいけないなって頑張ろうって思いました。一緒にこうやってなんだろうパフォーマンスすることができて、すごいあ私も3人のうちの1人なんだって思いました。絶対ギルダーブランド1匹の星のタイプのまさか、あくまで仕事も愚の顔で戸惑うか、ちょっと違う方向からこう攻めていけたらいいのかなというか、そんな真っ向から勝負したらそんな今や私たちは勝ち目なんてないですけど、野望はいっぱいありますよ。そりゃやりたいことは多分それぞれいっぱいあるし、具体的なものならば武道館に立ちたいとか、メジャーなアイドルになれるように、なんか誰に言っても分かるぐらいのに名前をこう知っていただけるように頑張りたいなって思います。今そのいろんなグループさんがいて、そのハロープロジェクトに新しい色を追加できるように、歌とダンスでいろんな人を元気にできるようなそのアイドルになりたいなって思います。私は本物のアイドルになりたいです。私も
いろんな人に憧れてる。で、そういうアイドルの人にも憧れられるようなアイドルになる。目標はですね、唯一無二の存在になるっていうことです。グループも私もいつかはこう憧れの先輩にあげていただけるようになりたいなと思ってます。グループの面白さとそのこうパフォーマンスのかっこよさみたいなね、ギャップをいろんな人に知ってもらって、アイドルイコールなんかこう私たちのグループみたいな、誰もが知ってるようななんか存在になりたい。ハロープロジェクトっていう団体でとどまっていないで、そこから抜け出してもっとたくさんの方に知っていただいて活躍できるように、応援をしていただけるように頑張りたいです。何でもできるグループにしたいなって思います。かわいいジャンルもかっこいいジャンルもいろんなジャンルをできるような、名前聞けばあって思われるようなくらい有名なグループになりたいなって思います。アイドルといえば例えばモーニングさんとか、まあ、そういうなのもなんかもう誰もが知ってるグループっていうともう限られていると思うんですけど、その中に私たちもこう入っていきたいなと思うし、例えばなんかそうですね、もう誰もが知ってるぐらいになれたらいいなと目指します。ナンバーワンお願いします。